山岡賢治は、日本の元政治家。衆議院議員、参議院議員、法務政務次官、大倉政務次官、国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣、拉致問題担当大臣、衆議院農林水産委員長、自由党国会対策委員長、民主党副代表、民主党国会対策委員長、国民の生活が第一代表代行などを歴任。 1987年までは、藤野賢治の名前で、政治活動を行っていた。2012年1月5日、内閣府消費者委員会事務局職員と、消費者庁職員に、訓示2011年10月19日、消費者庁長,長官、福島博彦、新宿区区長、中山博子らと意見交換上北高等学校を経て、 慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、安田生命の人事課、アメリカ留学を経て1983年の第13回参議院議員通常選挙に自由、民主党公認で当選し、政界入りした。自民党では、聖和会に所属していたが、1991年に、加藤六月が率いる聖和会の旗揚げに参加。 1993年の第40回衆議院議員総選挙で衆議院議員に転身し、翌1994年、加藤む月とと共に自民党を離党し新政党へ入党した。新政党の会党とともに新進党入りしたが、1996年第41回衆議院議員総選挙で落選した。4年後の2000年、 第42回衆議院議員総選挙では、自由党から立候補し、比例北関東ブロックで当選し政界に復帰。2003年の民吉合併に伴い民主党入りし、以後、自身の選挙区である、比例北関東ブロックで当選を重ねた。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、小選挙区で当選した。野田内閣で、 国家公安委員会委員長兼内閣府、特命担当大臣、拉致問題担当大臣に任命され、初入閣したが、第百七十九回国会の会期末である二千十一年十二月九日に、野党が提出した、問責決議案が可決された。任命者である、野田義彦内閣総理大臣は更迭しない方針を、明言し、辞任はしなかったが、二千十二年の、 野田改造内閣発足に伴い退任した。同年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では、日本未来の党から立候補するも、小選挙区で敗北、比例復活もならず落選。2013年7月21日の第23回参議院、議員通常選挙では生活の党の公認を受け、比例区に立候補したが、 生活の党は一議席も獲得できなかったため、落選した。1970年、作家、山岡総八こと、藤野正像の五歳の連れ子、修行と結婚。藤野正像の五歳の婿養子となる。総八の秘書として、晩年行動を共にし、作品の管理などに努めたとされる。山岡は、自身の公式サイトで、総八について、 国民のための政治と真の平和を絶望し、その意志を、息子、山岡賢治に託し71歳の鮮烈な生涯を閉じたと記している。1992年3月20日に、足利市で催された山岡賢治を励ます。春分の日のを集いで演説を終えた、金丸真と山岡が壇上で握手している最中に、金丸が右翼の男から銃撃を受けているが、 玉はすべて誰にも当たらなかった。小沢一郎とは、新政党時代から政治行動を共にし、小沢と自民党など他党の幹部との連絡役を務めた。自由党時代、小沢側近の中で、自治連立に最後まで反対した。2009年の第45回衆議院議員総選挙により、発足した鳩山内閣において国会対策委員長に留任。 11月の衆院予算委員会についての何があっても3日間で終えるつもりだ。邪魔をするなら国民生活を守るため、強行でも法案は可決していくという固い決意でこの国会に臨むと発言。2010年6月の鳩山首相辞任を受け、発足した菅直人新執行部では、党副代表権広報委員長に就任。いわゆる、 脱の座は人事の一環とされた。2010年9月民主党代表選挙では、小沢一郎を擁立に奔走した。代表選で小沢は官に敗れ、新執行部で山岡は副代表に留任、広報委員長は退任した。2011年10月19日、国民生活センター、東京事務所を 視察2011年10月19日、新宿消費生活センターを、視察2011年9月の野田内閣発足に、伴い、国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣に就任した。また、国務大臣としての所管事項として、北朝鮮による拉致問題の早期解決を図るため企画立案及び、行政各部の所管する事務の調整を担当する。 9月4日、拉致被害者家族会の集会に出席。国際社会の動き等を踏まえ、総合的に判断していく考えには、変わりがありませんと述べたことに対し、原稿棒を読みして、心で言ってないんかなどのやじが飛んだ。10月28日のサイン消費者、問題特別委員会で、山岡が、パチンコチェーンストア協会の、 政治分野アドバイザーとして、パチンコ業界が掲げる、監禁の合法化や株式公開を支援していることが、問題視されると、山岡は、直ちに辞めさせていただくと答弁した。2012年1月の野田改造内閣発足に、伴い、国務大臣を退任。1月24日、民主党副代表に就任。2月23日、 衆議院本会議において、永年在職議員の表彰を受ける。同年2012年の消費増税をめぐる政局では、6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決で、党の賛成方針に反して反対票を投じた。その後、小沢らとともに民主党を折り通して、新党、 新会派を結成する準備を進め、7月2日に衆議院40人、参議院12人、計52人の離党届を幹事長、腰石東に提出した。民主党は7月3日の常任幹事会で離党届を受理せず除籍処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。これを受け、7月11日に新党、 国民の生活が第一の結成大会を行い、代表代行に就任した。2012年12月16日に行われた第46回衆議院議員総選挙では、民主党時代の地元支持組織も失い得票率12.3%で、落選し、比例復活もできなかった。2013年7月21日に行われた第23回参議院議員通常選挙では、 生活の党より比例区に立候補したが落選した。2019年5月21日発令の春の除訓で朝日大受賞を受賞。2009年総選挙の政策アンケートで永住外国人の地方賛成権にどちらかといえば賛成と返答。2010年1月9日、川上義弘参院議員の会合で日本は一国市場主義でやってきたが、 これからはそういうわけにはいかない。あらゆる国の人が結集するのが強い。アメリカ合衆国みたいにしないと、日本の明日はないと述べた。1月12日に民団の新年会で、党で決定した外国人人政権法案を党の国体委員長として、今国会で必ず実現するように全力を挙げて取り組んでまいりたいと述べた。 2010年3月18日、韓国大使館で、県秋田県中日韓国大使と会食し、参院選があるからできないが、選挙が終わったらやると述べた。山岡は、ネットワークビジネスと称している。ネットワークビジネス推進連盟理事長と、対談していることやイベントで、究極のフレックスタイムの正規の職業というのがこの、ネットワークビジネスだと演説していることから、 J キャストは山岡議員はマルチ商法を一貫して応援していたかのようにも見えると指摘している。2010年5月6日民主党本部で開催された女性議員ネットワーク会議で普天間や政治と金の話は直接国民の生活には影響しない子供手当は大きな評価を得ているが普天間で書き消されている状態で残念だ。地方に行くと普天間は 雲の上のお話と述べた。これに対し、会議に出席していた沖縄県ニートマン市の市、議会議員、一木育子は、普天間の問題は、私たちにとって、生活を破壊される、大きな問題。県民を冒徳しているように聞こえる、民主党は、国民生活が第一なのに、私たち県民は国民でないのか、言わずには折れなかったと抗議を行い、山岡は、 発言を撤回した。一橋大学大学院小学研究科教授の渡辺博士が日本銀行副総裁候補として取り沙汰される中、山岡が渡辺の留守番電話に民主党は反対するとお伝えしておくとの伝言を残し、間接的に事態を促していたことが明らかになった。2008年4月8日、参議院議員運営委員会で、 日本銀行副総裁候補として、渡辺の初心聴取と質疑応答が行われた際、参議院議員、西田昌司が、民主党幹部があなたの人事に反対なので伝えておくと電話したという話があると質問した。渡辺は答えを差し控えると回答しており、その審議は明らかにしなかったが、同日、民主党側は電話の主が山岡だったと認めた。この電話は、 内閣が渡辺を副総裁候補として衆議院や参議院に提示する前にかけられており自民党から人事案の決定前に国会議員が候補者に反対だと直接伝えるのは辞退するよう政治的圧力をかけたようなものだと指摘されている。西田も渡辺への質疑の際に事実なら 人事への政治介入で重大問題だと指摘し、自由民主党国会対策委員長、大島忠盛が、山岡の参考人招致の検討を表明した。与党からは、懲罰動議に該当する行為と指摘された。問題の背景、もともと民主党は2008年2月時点で、渡辺を総裁候補の筆頭として挙げており、 自由民主党幹事長、伊吹文昭と民主党幹事長、鳩山幸夫が協議した上で渡辺を副総裁候補とすることで合意を目指していたが、山岡は、与野党の日銀に関する交渉の公式ルートは俺だ、と主張し反対する意向を示していた。その後、幹事長の鳩山だけでなく、民主党副代表、前原誠司、同意人事検討小委員長、仙国吉虎が、 相次いで、渡辺の副総裁就任の指示を表明し、民主党の党内で、容認論が大勢となりつつあった段階で、山岡は渡辺に対し電話をかけている。電話をかけた理由について、山岡は、初心聴取前に傷つかないように思いやっていっただけと、語っているが、マスコミからの取材に対しては、プライベートなので答えられないとして、回答を拒否し、 謝罪等も行わなかった。発覚後の経過4月9日、衆参両院の議員運営委員長である笹川隆と西岡武雄が会談し、両院合同代表者会議で山岡の事情聴取を行うと決定した。西岡は山岡に出席するよう要請したが、山岡はプライベートなことなので話すことはない。呼ばれる言われはないと拒否する意思を示した。 しかし、党内外から批判が続出したことから、山岡は出席する意向を示したが、今度は方式などで、自民、民主両党間での調整がつかず、笹川と西岡は、事情聴取を無期延期とした。これに対し、自民党の衆議院、議員59名が、事実とすれば、行政権に対する国会の過剰介入として、山岡への承認喚問を要求する。 要望書を提出するなど反発が強まり、自民、公明両党は、山岡が、今後も説明を拒む場合は、政治倫理審査会に召喚することを合意した。しかし、審査会は開かれず、召喚もされなかった。山岡が会長を務めた、流通ビジネス推進議員連盟が、マルチ商法から市民を保護する活動を行っていた、社会福祉協議会に対し、 山岡会長名義で抗議の意見書を送付していたことが明らかになった。問題の経緯2006年10月15日、東社会福祉協議会が毎月定期発行している広報誌の中でマルチ商法への注意を呼びかけた。ところが2007年2月28日、流通ビジネス推進議員連盟は、 業界すべてが悪いとの印象を読者に与えかねないと主張する意見書を作成し、東社会福祉協議会に送付した。この意見書は、流通ビジネス推進議員連盟の会長の山岡、事務局長の前田祐吉及び牧義雄の連盟で作成されており、議員名と事務所住所を記載した封筒により、国会内郵便局から発送されていた。また、 同議員連盟を支援する流通ビジネス推進政治連盟も同日付で伊賀市社会福祉協議会に大使抗議書を送付しており、訂正広告の掲載や謝罪を要求し、条件を受け入れないなら法的に処断すると主張している。社会福祉協議会の主張伊賀市社会福祉協議会の事務局長は脅迫だと思った。国会議員からだったのは驚いたとし 議員の良識を疑うと主張し、記者会見においても、脅迫に近いと感じたと述べるなど、2連名を厳しく批判した。東社会福祉協議会の広報誌担当職員も、騙されている人を救うためなのに、なぜ抗議を受けなければならないのか。国会議員がする仕事とは違うと批判している。議員連盟の主張マスコミからの取材に対し、山岡の事務所は、 東方にはこの文章を出した認識はありません。山岡の名前が無断で使われたものと認識しております。と主張しているが、前だから私が作ったが、山岡さん、牧さんには秘書を介して相談をした記憶があると指摘されている。また、牧は競技会の団体名も抗議文も初めて見た。こんな風に名前が使われるとは夢にも思わなかったが、 ギレニエの入会を承諾した以上名前が一人歩き、しても仕方がないとして謝罪している。2008年、流通ビジネス推進議員連盟は、健全なネットワークビジネスを育てる、議員連盟に解消し、山岡は顧問を務めた。同様に、流通ビジネス推進政治連盟も、ネットワークビジネス推進連盟に解消している。その後の展開なお、東社会福祉協議会は、 マルチ商法だけでなく、催眠商法など他の様々な悪徳商法への対策にも尽力している。悪徳商法に対する取り組みは高く評価されており、2011年6月には消費者庁の消費者支援功労者表彰等で内閣府特命担当大臣表彰を受けている。くしくもその3ヶ月後、野田内閣の発足に伴い、消費者庁を所管する。 内閣府特命担当大臣に山岡が就任することになった。2009年1月23日、栃木県猛岡市の福田武史春市長から山岡の関係者が役員を務めていた会社の口座に福田が理事長を務める医療法人へのコンサルタント料名目で計405万円が支払われたことが判明した。コンサルタントの実態はなく、福田は 自身が2001年の市長選に立候補した際に山岡の公設秘書らが選挙活動を手伝ったことに対して要求された報酬と認めた。この講座にはマルチ商法関連業者からの入金があることも判明し不透明な資金と指摘されている。2011年9月8日山岡の資金管理団体と代表を務める民主党栃木県第四区総支部が ネットワークビジネス推進連盟とマルチ商法業者2社から2005年からの4年間で、計254万円の政治献金を受領していたことが判明。山岡は会見で、合法的に運営されているビジネスと認識しているが、誤解を受けないように受け取らないようにしたと述べた。日本共産党の機関誌新聞赤旗は2010年1月13日、 小沢一郎が民主党代表についていた2006年から2008年の間、党本部から党財務委員長だった山尾から4人に組織対策費として契約23億円が支出されていることが判明したと発表。使途不明な支出であり、原資には政党助成金が含まれている可能性もあるとして明確な説明を求めている。ありがとうございます。